アーサー・ミドルトンは現在のアメリカ合衆国サウスカロライナの代表としてアメリカ独立宣言に署名した者の,の一人である。ミドルトンの両親は第一次大陸会議で第二大議長を務めたヘンリー・ミドルトンとメアリー・ベーカー・ウィリアムズであった。ミドルトンはイギリスのハックニーにあるウェストミンスタースクールとケンブリッジ大学のトリニティホールで学んだ。 ミドルテンプル放送院で法律を学んだ後に、ヨーロッパを後半に旅して回り、文学、音楽及び美術の素養を積み洗練された。1764年にミドルトンと妻のメアリー,イーザードは、ミドルトンプレースに住まいを定めた。ミドルトンは、カロライナの政治に強く興味を持ち、父のヘンリーよりも、急進的な考え方をするようになった。カロライナにおける、 アメリカ党の指導者となり、安全協議会とその秘密委員会では最も大胆な委員の一人となった。1776年、父の後を受けて大陸会議の代表に選出され、その結果アメリカ独立宣言の署名者となった。またこの年には、ウィリアム・ヘンリー・ドレートンとともにサウスカロライナの紋章をデザインした。 イングランドで生活した時期があったにもかかわらず、王統派に対するその態度は冷酷であったと言われている。アメリカ独立戦争の間、チャールストンの防衛に携わった。1780年にイギリス軍のためにチャールストン氏が陥落すると、戦争捕虜としてフロリダの戦闘オーガスティンに送られ、翌年7月の捕虜交換で釈放された。 ミドルトンは1787年1月1日に44歳で死んだ。ミドルトンプレイスの庭園にある家族の墓に葬られた。このプランテーションは長男のヘンリー・ミドルトンが次、ヘンリーも政界に入った。ヘンリーはサウスカロライナ州知事、アメリカ合衆国会議員に選ばれ、また中ロシア大使を務めた。アメリカ海軍の輸送船 USS US、アーサー・ミドルトンは、 彼の名前にちなんで名付けられた。ミドルトンの家系には、南軍の将軍が3人いた。ミドルトンは、エンマミドルトンライナーティルを通じてその息子バルドゥル、フォン・シーラッハの先祖である。シーラッハは一時、ヒトラー・ユーゲントの指導者であり、後に、帝国大官クイーンの知事を務め、ニュルンベルク裁判で、人道に対する犯罪として、有罪となった。ありがとうございます。